n h n n h n j a p a n n h n コミココミココミコはスマートデバイス向けの無料の漫画小説サイトまたはアプリである NHNJAPAN の子会社である n h n コミコが開発と運営を手掛けるこの記事では特に断りがない限り日本語版の場合について記載するアプリケーション版の他にパソコン向けに Web ページ版が提供されている アプリケーション版は1000万ダウンロードを突破した。縦スクロールで読み進められ、小まわりのないフルカラー表現が基本となっており、登録やログインなしで閲覧できること、公式作品は毎日更新され、コミコのために執筆されているオリジナル作品であることなどの特徴がある。新しい話がアップロードされるたびに執筆者のコメントも投稿され、 読者のコメントとともにソーシャルネットワークのようなコミュニケーションを生み出している。2015年4月下旬に実施した大型アップデートで携帯小説とライントーク画面をミックスしたハイブリッドスタイルのライトノベルであるコミコノベルが指導した。同年9月29日にグッドデザイン賞を受賞した。2015年12月17日にリニューアルし大人向けの コミコプラスのサービスを開始した。コミコプラスでは、他紙で連載した漫画作品の再掲載も行われている。2016年11月29日の超大型アップデートに伴いコミコプラス同様、応援ポイント消費の先読み機能と192時間限定のレンタルチケットを実装したが、コミコノベルに関しては2017年3月の大型アップデートで対応した。 アップストア、プレイストアのポリシー違反に伴い2018年4月17日に2度目の女王型アップデートとして無印とプラスの一本化と同時にアプリ版コミコのレーティング引き上げを実施した2016年までは一般的にウェブサービスで使用される利益源であるインターネット広告は使用しない代わりに公式作品の知的財産権を利用しグッズ販売 アニメ化、単行本販売や、LINE スタンプ販売等のメディアミックスを行うほか、同社が経営している、ファンゲーム等との連携や、コラボレーションを行うことで収益を得ていた。なお、米コミココミックス社とは、資本関係や提携はなく、無関係である。また、かつて、NHN プラアートと同じ会社であった LINE が、サービス提供している、LINE 漫画とも連携はない。 2016年からはインターネット広告の掲載を始めている。2017年からはレンタルチケットを消費して作品を閲覧する際に必ず30秒程度の動画広告が表示されるようになった。日本語版コミコに掲載されている漫画作品はチャレンジ作品、ベストチャレンジ作品、公式作品の3種類に分かれて掲載されている。それぞれの作品の違いは 下記の通りである。すべての作品に共通して縦スクロール作品であり、ログインユーザーは、各話はそれぞれに加点式の評価をつけることができる。公式作品では連載終了した一部作品の、前話、チャレンジ作品では、作家が削除を希望した場合を除き過去の話は、消去されていない。日本語版コミコでは、単行本か、アニメか、ドラマか、舞台か、映画か、 コミコノベルのコミカライズ、コミコ作品のノベライズ、ドラマ CD 化やグッズ販売の他にも一部の作品を、ラインスタンプ着せ替えとして発売していたり、グッズを販売していたり、独自アプリを展開していたりしている。公式作品のうち、アニメ化された作品の一覧である。TV のうち、内は放映されたテレビ局のことを指す。公式作品のうちドラマ化された作品の一覧である。 TV のうち、内は放映されたテレビ局のことを指す。公式作品のうち舞台化した作品の一覧である。公式作品のうち映画化した作品の一覧である。公式作品のうち漫画化された作品の一覧である。公式作品のうち小説化した作品の一覧である。公式作品のうちドラマ CD 化された作品の一覧である。公式作品のうち 単行本化された作品の一覧である。単行本は特筆されない限りフルカラー。太字は大人限定コミコにて掲載しているタイトルである。読者を対象としたオフ会であるコミコサポーターズパーティーを全国各地で不定期的に実施しており、NHN コミコ全社員、公式作家人との交流の場を提供している。参加資格は、 開催地域に在住で当日会場に来ることが条件となっており、ほとんどは抽選制となっている。スマートフォンに特化したオリジナル漫画アプリの先駆けと評されている。完全無料、毎日更新、フルカラー縦読みなど、既存のウェブコミック配信サイトでは、ほとんど見られない特徴を持つアプリとして、大きなムーブメントを巻き起こした。 オリジナルの漫画を配信するアプリとしては日本最大のダウンロード数を誇る。2015年6月には日本で1000万 DL、台湾で100万 DL、韓国で200万 DL を突破し、2015年12月にはコミコプラスが日本で100万 DL を突破した。しかし2016年11月29日、大幅リニューアルを行い、完全無料ではなくなった。 コミコは日本にてサービスを開始したが、後に台湾版、韓国版、台版、中国版もサービスを開始している。日本語版との違いは、下記の通りである。ありがとうございます。